はい、チャオ、亀岡です。今日ですね、日経平均がですね、373円高ってことで、爆上がりしましたね。僕昨日ね、売ってはいなかったので、保有し続けた、まあ銘柄がですね、まあかなりプラスになりました。まあどのぐらいプラスになったかっていうのはね、レギュラーの番組でお届けしたいなと思うんですが、まあとにかく日経平均非常に強いですね。まあ大きく、この後もね、期待できるんじゃないかなと思っております。いろんなね、まあ、YouTuber さんも、今までね、売りじゃないかとか、弱いんじゃないかとか、9月暴落って言っていたような、YouTuber さんもね、軒並み、日経強い、このまま上がっていくんじゃないかとかね、まあ、プラスの方向に評価が、まあ、どんどんね、増えてますよね。まあ、これまでは皆さんご存知のように、僕がね、あとは朝倉先生ね、どっちかぐらいだったと思います。もう僕とね、朝倉先生が対談したら、もう神岡さん、だから言ったじゃないですか、お前。やっぱり株は上がるんですよ。日本株は強いんです。ですよね。僕も、まあ日本株絶対、強いと思ったんですよ。ですよね。だから僕は日本株ってもうずっとこれ6時間ぐらい飲み続けながらね、永遠と話すみたいなね。まあそんな飲み会ができるんじゃないかなっていうぐらい、もう1ヶ月ぐらい前は僕とね、朝倉さんぐらいしかいなかったんですよね。日本株が上がるって言ってたりそう。まあもっといましたけども、まあまあ10万超えてる、YouTuber さんではね、で今のところね、これ増えてきたので、まあコメントでね、これだけ増えてくると、かえってまた下がりやすくなるんじゃないかみたいな、コメントもありました。ただ僕は今日、このね、動画で、それが趣旨になるんですけども、まだ上がるんじゃないかなと、僕は思っています。もちろん、絶対はないですよ。株式投資は自己責任になりますので、その点はね、ご了承いただきたいんですけども、まだ上がるんじゃないかなっていう、その理由と、まだ過去のデータとかね、いろいろ面白いデータが出てきましたので、この番組は過去のデータから再現性を導き出して、そっからね、皆さんに、まあそれをね、一緒に分析しながらお届けするっていう番組になってますので、なんかね、空想とかね、そういった形で話せるわけじゃないというのはね、この番組の、まあ、最低限の、なんて言いますかね、まあまあ全部がそうとは限らないです。僕の気分とか、まあ嬉しさで話してところはね、話してる動画もあるとは思うんですが、まあ、今日はね、そういったデータを交えながら話しますし、なるべくそういった形で、伝えていきたいなと思っております。それと僕のね、22年間の相場歴の経験ですね、日経ベルタスとかダイヤモンド大、プレジデント、東洋経済オンライン、もうこれ、今ね、調べてたら、それすべて僕取材されていたんですよね。まあ、そういった意味では、そういったね、僕の経験も、まあ、踏まえながらということになりますが、なるべく再現性のあるような、データを交えてね、お届けしていきたいなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、もうこっからはね、結構ね、勝負の時になると思うので、僕はね、ついに、ゴールドセイントにちょっとこうね、なろうかなと思って、100年ぶりにね、ゴールドセイントのね、誠意をちょっと取り出してきました。で、まあ僕もね、100年ぶりなんですよね、このゴールドセイントになると。亀岡さんゴールドセイントだったんですかって結構皆さんね、驚かれてる人もいると思うんですが、僕100年前のね、ブラックマンデーの時は、ゴールドセイントとして戦ってたんですよね。まあそれから100年ね、もう沙織さんもいなくなりましたけども、今回のね、日本株のもしかしたら大きな相場になるかもしれない。ここもね、ゴールドセイントとして。ちなみに僕は双子座なんですけども、知らない人はちょっとごめんなさいね。セイントセイヤで双子座っていうと、あんまり良くないんですよね。あんまり評価が良くないので、あえて、僕はね、獅子座の、僕が好きなんですよね。獅子座のレオですね。アイオリアのレオが僕は好きなので、アイオリアのレオで行きたいなと。ここから先はね。だから僕はもしゴールドセイントに変身した時は、勝負に入ったんだなと、そう思ってください。それではね、行ってみましょう。なぜ、日本株まだ期待できるのかというね。そこを話していきたいんですけども、まずね、今日、このニュースが飛び込んできましたね。ツイッターでも、僕のツイッターでも話してますが、自民党総裁選にね、まあ、河野さんがね、いよいよ立候補したってことで、まあ、ずっと麻生さんとね、ここは揉めていたっていうよりは、ね、ニュースを見る限りですけども、まあ、麻生さんも河野さん、まあ、部下だから可愛いんじゃないですかね。まあ、麻生さんももう結構、ご高齢ですよね、ああ見えてね。あのぐらいの年齢になってくると、やっぱ更新育成とか、次の日本のためにって結構思うもんだと、僕は思いますけどね。好き嫌いありますし、別に僕、麻生さん好きとは言ってるわけじゃないですよ。嫌いとも言ってないですけども、やっぱり、国政にね、携わってきて、もう自分ももう、ね、80とか近くなってくれば、まあやっぱりこの後の日本をどうしていきたいか、どうすればいいのかってね、自分の孫とかもいると思いますので、考えると。そうした中で河野さんに今でいいのかって話をしたんじゃないかなとは僕も思いますね。僕もまだ45、6ですけども、それでも、やっぱこの後の日本のために何とかしたいな、何かしたいなって僕でも思うぐらいなので、まあ河野さんがそう思う、とかね、麻生さんがそう思ってもおかしくないかなと僕は思っていますね。でもそうした中で、河野さんがおそらくやりますと。それはね、まあ、今回のタイミングは、別にタイミングとしてはね、
菅さん、それからね、麻生さんもね、短命でしたけども、いいわけじゃないです。いいわけじゃないんですけども、河野さん的にはですね、ダメだったらもう一回立ち上がればいいやってね、安倍さんだってね、一回ダメで、そのね、8年後か10年後ぐらいにもう一回立ち上がってますよね。そういった意味では、今回ダメでも、まだ年齢的にはね、一番若いので、今回の確か候補の中ではね、もう一回立てばいいと。今はやってみたいと。自分の運に、天命に従ってみたいというのが、まあ、かなり冗談って言いますかね。河野さん自身の考えなんじゃないかなと僕は、まあ、思っています。で、これによってね、岸田さんね、河野さん、そして、まあ、高市さんでしたっけ？ごめんなさい。ちょっと名前、ちょっとキャスターじゃないのでね、だったと思いますが、間違っていたらごめんなさい。テロップに出すかコメントを教えていただきたいんですけども、今のところ、まあ、ご自身でね、立候補したいという人が集まって、出揃ったと。まだいますけどもね、あとはその、やっぱりその、推薦が必要なのでね、今のところまあ、5、3人っていうことになります。でね、こういったツイートを僕しました。これでね、月曜日株価が上がれば3人揃ったのでね、河野さんの下馬評もね、上がるんじゃないかなと。で、相場も選挙もね、やっぱり運を持っていないとダメなんですよね。もちろん相場も、もちろんスキル、経験、それから戦い方とかね、再現性とか、この番組で何度も伝えてることはありますが、やっぱりあと運ですよね。これ経営もそうですよね。やっぱり運ってすごく大事ですし、選挙も国政ね、国事である限りやっぱり運が大事ですよね。まあ戦争だってね、起こっちゃいけないことですけども、運が大事ですね。統合ターンだって統合ターンのターンするところに集中的にね、運悪く、ロシア艦隊のね、集中砲弾がね、たまたま運よくあそこに集中的にね、集まって浴びてたら全艦沈んでいたわけですからね。あれもやっぱ運が良かったとも言えるわけなんですよね。逆にミッドウェイは、まあ、数分のね、誤差だったと言われてますけども、発見ね、アメリカ海軍よりも日本海軍が、低空機でね、敵艦隊をね、敵空母を派遣するのが数分遅れたと言われてますが、まああれも運ですよね。まあ運だけじゃないんですけどね。もちろんそれを技術とか経験とかで、まあ補っていくってことは大事なんですけども、僕はね、よくね、言うことがあります。この流れとか空気感を持ってないとダメだと。で、ダメならダメなんだよと。で、うちの社員とかに、とにかく流れを作れって必ずよく言いますね。例えば営業でね、苦しんでる社員がいますよね。で、そういう時は、もちろん、頑張れと。もっと行動しろとかね、もっと昔のお客さんにお声掛けをして、行けとか、もっと資料をちゃんと作れとか、もっとレスポンス早くしろと言いますけども、最後に言うのは、その付け加えてね、必ず言うのが、自分で自分の流れを作れと。一流は必ず自分で自分の流れを作り出していくと。それができなければダメだと。特に起業を目指せるとかね。うちをまあね、10年ぐらいいたら30になる前に起業したいみたいな。結構そういう若者が結構うちの会社すごい集まってくるんですよね。まあ僕のキャラかもしれないですけども、まあそしたらうちは場合は入れて、起業したい人間は入れないとかないので、入れて、じゃあ10年後に本当にね、起業するんだったらってことで育てていくんですけども、まあそういう時は必ずそういう子には必ず言いますね。自分で流れを作り出さなきゃ絶対にダメだと。流れを作り出せってことを必ず言います。で、やっぱ一流は流れを作り出すってことが絶対に必要なんですね。そういった意味では、まあ、河野氏がね、そう、これは政治票はちょっと置いときまして、政治票はね、まあ、河野さんが流れを作り出すことが月曜日できるんであれば、まあ、それはそれでね、非常にまあ、評価、下馬評がね、上がるんじゃないかなというのは僕は思っています。で、あとはね、じゃあ今後、なぜ僕がね、ゴールドセイントになってまで、株価がまだ上がっていくんじゃないかって予想してるかっていうと、こう面白いデータがありまして、やっぱり政権、結構外国人投資家っていうのは、その日本の政治、それから、どのような内政を行っているのかっていうのを結構見てるっていうデータがあるんですよね。これ面白くて、これがね、小泉政権の時の株価のデータなんですけども、僕はね、ちょうどこのぐらいから株を始めてるんですよね。だからね、まあ、一旦凹んだ後すぐにまあね、回復してくれたので、大きく、まあ、資産をね、増やすことができました。まあ、当時、元で200万くらいから始めてすぐに1000万くらいにしたのかなと思います。そこからね、自分なりの種子もまあ、ある程度注ぎ込んでね、どんどん2000万、3000万、4000万、5000万としていったというふうに、まあ、過去の動画で話してますのでね、そういった、記憶があります。で、小泉政権の時は、まあ、これね、いい悪いは別にして、海外の外国人投資家の評価は高かったんですよね。それによって株価が一気に上がりました。逆に、第一次安倍政権、福田さん、まあ、麻生さんも、福田さんとかちょっと忘れかけてますよね。で、
まあ、ここの、まあ、暗黒時代かどうかは別にしまして、鳩山さんね、あと野田さんとかね、まあ、このあたりで株価が一気にね、低迷していく。つまり、短命政権プラス、民主党っていうね、政権が荒れたことによって、株価が一気に低迷したというのがありますよね。で、これによってね、かなり外国人投資家が日本の市場から逃げていったんですけども、その後、安倍政権になりますよね。これ第一の矢、第二の矢になっていると思います。これでさらに僕はね、1億を2億、3億にしていったんですけども、ここでまた株価が上がるということがあります。当然安倍政権のやっていた、第三の矢をの第一弾、で、第三の矢の第二弾というのは、外国人投資家から評価されました。日本人はどう思ってるかってちょっとここは別にしますよね。外国人投資家から大きく評価をされまして、これはね、金融相場になるなと。あくまで株式投資の話ですけどね。投資の話をで話すと、あ、これは金融政権になるなってことで、投資、外国人マネーが集まりまして、で、基本的に日本の市場というのは8割が、売り買いを合わせると外国人投資家が支配をしていますよ。実行支配してるに近いでしょう。そうするとまだ上がっていったということがあります。で、これが、菅さんですね。で、こういうふうに見るとですよ。まあ、次の政権で仮に外国人投資家の評価が集まるんであれば、今のところね、この菅政権の株高を支えているのは全部じゃないですけども、やっぱ個人投資家のエネルギーが相当強いというのが、僕の22年間の相場経験の中では言えることなんですよ。外国人投資家が買っていないとは言わないですけども、まだ本格的に参入はしていないだろうというのが僕の読みになります。むしろ、これでね、新しい政権になって、コロナが落ち着いてね、大きなアクションが生み出されるんであれば、もう一度外国人投資家がね、このような形で集まってくる可能性ですね。可能性が期待できるなっていうので、今回ね、まだ株高が上がる可能性があるっていうのは、捨てきれないんじゃないかというふうに考えているってことになります。で、これがね、実際のその各、株価の推移のデータなんですけども、やっぱり第二次安倍政権ですね、かなり大きく上がっているっていうのがわかります。で、第三次小泉政権も大きく株価を押し上げてますよね。で、第四次、第三次が上げていると。で、逆に民主党政権の時は大きく株価を下げてるって、ここまで分かりやすいのかと。逆に、これぐらい外国人投資家というのは日本の政治をきちんと評価して、今は投資すべきか、今は待つべきか、今は撤退すべきかってことを考えてるんだっていうのが、ここまでね、明確に分かるっていうのは面白いんじゃないかなと思っております。まあ、こういった形ではね、もちろんどうなるか分からないですし、各ね、3人ともね、それぞれの、まあ、なんて言いますかね、考え方とか、政権運営のあり方みたいなものを発表し始めてますよね。まあ、それぞれ皆さんなりに今真剣に考えてね、ただ僕たちは投票できないのでね、まあ、本当にね、それが、行われるかどうかっていうのをね、見守る必要があるなと思うんですが、やっぱりみんな真剣ですよね。この動画でも話した通り、前の動画でね、真剣になればなるほど、海外に、そのメッセージとかニュースが届く、その確率も高まりますし、やっぱり外国人投資家はね、その真剣さとか何を話してるかとか、本当に国民が今ね、真剣に政治の方に向いてるんだっていうのをちゃんと見てると思いますね。そのをね、一つの、まあ、指針として、昨日発表されたね、外国人投資家の売買状況ですけども、大きく買い越してきてますね。この後の動画でそれ話したいと思うんですが、大きく買い越してきてます。もちろんこれが続くかどうかわからないですけども、一度買い始めた外国人投資家っていうのはしばらく買い続けるっていう傾向ももちろん見られますし、なれる10月、11月、12月っていうのは、外国人投資家が買いやすいっていう過去のアノマリ、法則性もあるんですよね。これらを考えて、あとは皆さんの方でね、独自にね、戦略を練ると。そういった、まあ、週末になると面白いんじゃないかなと思っております。もちろん、空売りをする人もいてもいいと思いますし、今は利確をして待つっていう人もいてもいいと思います。まあ、それぞれね、やり方千差万別ですし、それぞれ一長一短もあると思います。ただ、こういった相場は見とくべきですね。やっぱりずっと見ておかないと、次のまた大きな上昇相場とか、急なね、下落相場の時に対応しきれなくなるんです。なぜかそこに再現性が生み出されないから。やっぱり再現性というのは過去の失敗経験、あとは成功、それからデータ、そして数値の動きなどを全て含めた、それらのデータから導き出される直感なんですよ。脳科学的に話すと。直感。だから、棋士とかね、将棋の棋士とか、チェスのね、チャンピオンっていうのは、ひらめきとか直感で決めていく。それがほとんど合ってることが多いというのは、過去のデータベースがすごく多いからですよね。なので、皆さんもね、そういった意味では、離れても、やっぱりね、待つも相場、離れても相場なんですけども、その相場っていうところは、やっぱり見続ける、モニタリングし続ける、
疑似体験して自分の経験にするってことが非常に大事なんじゃないかなと思いますので、まあそういうことをするとね、非常にまあ有意義な、ことにつながるとは思っております。今日は以上になります。それでは、この後ね、あ、そうだ。じゃあ外国人投資家の動向ですね、皆さんにと一緒に分析をしていきたいな。そこから僕のね、二つの、まあ結論をね、お話したいなと思っております。それでは以上です。高速で、ゴー!